気分はどうだ、奏者よ。要はな、実はまあ、そのすこぶる調子が良いのだ。奏者が窮地にあるというのにすまぬ。今も高ぶっているのだ、体も心もな。理由はそのあれだ、あれだぞ、そなたのせいなのだ。思い返すまでもなく、今なおはっきりと感じているのだ。そなたが世の全身を包んで新たな装いとなって。あの時は勢いよく口にしたが、世はまさしくそなたと一体となったのだ。この高ぶりが伝わるだろうか。そう考えかけて感じたであろう、世の鼓動、世の感じるすべて。そなたはあの時確かに世を包んだのだから。そう思うとな、高ぶってしまって今も動機が収まらぬ。そなたはどうだ、奏者よ。どうした奏者、なぜそんな風に恥ずかしげに目をそらす。するな。それではまるで世とそなたがセラフの往来で。いや、やましいことなどないぞ。ないったらないのだぞ。ないはずなのだぞ。私はおそらく今嬉しいのだと思う。私の視線をそらさずにいてくれて、なるべく目を伏せないでほしい。お前にそうされてしまうと私はやるせない。いや、正確にはやるせないという感情に似たものを覚える。私にとって感情と呼ばれるものは全て違うものに、破壊衝動に変換される。だから私は誰も理解してはいけないし、理解されてはいけないものだ。なのにお前は私を見つめてくる。それは不確かで不安で不快だ。私はお前さえいなければより自由なのに。それを忘れないことだ、マスター。逆らうのなら私はお前であれ容赦なく壊してしまう。そうだ、お前さえいなければいい。お前さえいなければ私は、ああ、全く、いつこの夢は覚めるのか。どうしたのだ奏者、何を突然ぼーっとして。ああ、うむ、ほうほう、なるほどなるほど。白い少女とな、世と同じくセイバーのクラスとおぼしき。めまいの後に見えたと。なるほど、いわば原始せし少女の姿といったところか。奏者よ、いかに体調が悪いとはいえだ、世とそなたとの大切な時間のさなかというのに、
何もほんのわずかなめまいの瞬間に浮気をすることもないではないか。ひどいぞわがまな。そういう話をしているのではない。おわ今日はな、泣くぞ、泣いてしまうぞ。よいのか。それはもうワンワン泣くぞ。今湯は金剛石のごとき精神で耐えているが、もうダメだ、やはり耐えられぬ。名も知らぬ幻の女などに浮気されてしまって、要は恥ずかしいの耐えて話したのに。ずるいぞ、そなたはずるい。なんということだ。泣かせないなどと言って微笑んでみせる。そのようなテクだ、どこで。いや、それこそがそなたなのか。精神のそなた、情熱が形になったかのような。ああそうか、そうなのだな。今のそなたはおそらく情熱そのものなのだ。道理であれこれと前のめりなはずだ。あらゆる事態に前のめりなのだな。セラフの国取りやレガリアの奪還だけでなく、その仁王とのことにさえ。世をたっぷり高ぶらせたり戸惑わせたり好き放題して眠るのだな、勝者。よい、そんな勝者も世は好きだ。だがこの借りはきっと返すぞ。忘れるな、情熱の勝者よ。